ご当地グルメは日本の特定地域内において地域振興活動の一環として伝統にこだわらず開発、発祥、定着した料理の総称である。ご当地人気料理特選や B 級ご当地グルメなどもこの一種である。近年各地でご当地グルメを利用した地域振興活動が盛んに行われており雑誌やテレビなどで多く取り上げられている。 ご当地グルメは郷土料理とは異なり地域振興運動の一つの手法である。戦後や高度経済成長期に発症、定着したもの以外にも近年新たに作られた比較的歴史が浅いものも多い。また、地域振興のために団体を作り研究や活動を行うことが多い。ご当地グルメマップキャラクター、のぼり、テーマソングなどが作られるケースも多い。ご当地グルメには 観光資源として作られた地元の人が日常的に食べないような料理も含まれているが多くの場合はよく知られておりよく食べられている食品が多い。比較的新規参入が難しくなく地域の協力関係が多く行われている。農林水産省は2007年12月に地域おこしの一環として日本各地の農産漁村との関係性の強い強度料理99品を 農産漁村の郷土料理100選に選定したが、その際に別枠で農産漁村とのつながりは薄いものの当地の人気料理として地域に定着している23品目をご当地人気料理特選として選定している。類似のものとして郷土料理がある。郷土料理とは一般的にその地域の素材や伝統を重視し、味や作りに力点を置いた地域的な料理の総称である。 明治期から大正、戦前などに発祥、地域に定着し、2020年現在まで食べられている古い料理が多い。なお、郷土料理には全国的な知名度を持ち、時には他県でも取り扱う料理店もある。一方、郷土料理として地域に定着しながら、全国的に知名度の低い料理もある。森岡生食普及会のロシアビスケットラーメンや、焼きそばなどの麺類、 餃子、ハンバーガー、カレーライスや丼物、粉物料理、鍋物、揚げ物の分野で多く見られる。比較的簡単に調理が可能な料理に多い。個別料理の詳細については各個別記事を参照されたい。ご当地人気料理特選12月の農林水産省による選定も合わせて参照されたい。ありがとうございます。